チビル岩手やばいですよね伊藤さんのサッカーはやっぱ、あ伊藤さんのもとで、あの、選手やられてた人と、たまたま友達のサッカーのあれに行ったらいらして、みたいな、後藤さんって人なんだけど、その人から聞いたら、やっぱり練習面白いらしいですね、すごく。で、やっぱやるサッカーが結果出るのに時間かかるっていう。だから、あれ、甲府のサッカーとか僕見たときに、そういう、あの、3バックの真ん中が上がってとか、そういうサッカーやってて面白いって言ったじゃないですか。 あれをジュビロでやるのは大変っていうか、その時に話したやっぱり3バックの選手がディフェンス、ディフェンスしてる選手だと同じシステムできないから、あと伊藤さんはジュビロ用の形に今作ってたりとかしてるんですかね。そんなに見てないんでごめんですけど。柏シサポーター君、早速ではあいですが、昨シーズンまで、バンホール甲府の監督だった伊藤明監督ってペップ似てますかちゃんと選手の配置考えて5バックから、 例えば、スリーバックの真ん中上げたりとか、右の可変の仕方変えたりとか、右だったかな、まあ、そういうふうに、ファイブエリアをどう取るかとか、うん、後ろからどう繋ぐかみたいなのを選手の配置ベースに考えたりできる監督だと思いますね。ただ、それが原則整えてすぐにそういう即効性を出せるような監督なのか、こう、選手がある程度やること分かって、なんか、脳に負荷がかかりすぎない状態に、やっとなったから、ああいうサッカーできてたのかわかんないです。なんで、そこまで期待しすぎずに、なんていうんですかね、こう、 持ってるものはいい監督みたいな感じで見た方がいいのかなと思いますね。ほんと岩田の監督なんですよね。